はい、どうも、こんにちは、こんばんは、アニスペイロです。では、このゼルダの伝説、スカイウォードソードの実況プレイの続きをしたいと思います。今、始めたばっかりというところなんですけど、今から、なんか、誰なのか、この人に、話しに行くんだ。頑張りゲージ、ガズルになったフラフラ、リンクのフルフル姿ちょっと見たいかも。次、本当に謎が、次だ。もうそのぐらい距離なら移動するんだっけ。ジャンプできるぞ。あ、そっか。それオートジャンプというのが、オート、いい響きだね。そうだね。おお、いいね。頑張りゲージか。話す。おう、誰誰、なんかイエス・クリスト。ハイオリング。早速、それの練習か？ん？約束？あ、そうか、セルダを果たすのか。そうだね。だったら、ちょうどいい。父上、ちょっと見えない、ゲボラ？ゲボラだからね。ゲボラ校長のペットのミーちゃんが、また脱走してしまう。そっか。お父さんが校長。ある意味で、お姫様だね。ちょっと王様と違うけど。こんなとこに。はい。校長先生はゼルダと、儀式の準備で忙しそうだし、私が騒げようと思ったんだが、もうすぐ儀式の始まるだろ。ああ、ほら。こんな、なんだ、服装では？な、そう、わかんないけど。じゃあ、オッケー。まあ、やってくれる。そういうことだね、悪いな。ぶら下がって、あっちまで行けば、何、すまん、おお。なんか基本プレイ同じと言ったら結構なんか進化してるんだね。頑張りゲージとか。ああ、落ちた。いけー。おう、かっこいいぜ、リンク。だし、そうだったね。お、何？逆の方向だけど、ここちょっと見たい。斜めか。おお、早い。何？あと、前か。とかさ、ダッシュ、近くの木箱があると思うから、そいつを A で掴んで動かして足場にするんだ。ああ、まあ、これこそが、ちょっとゼルダの基本というか。だから、次は、登ってほしいんだけど。おうおうおう。兄ちゃんが、なんかすごく、目と目合わせて、得意する。あー、C でできない。わー、ここに届けて。はい、無事に連れてきた。忙しい時に悪かったな、レイク。ていうか、お前こそここに立ってるだけじゃないか。レイちゃん、本当に別に出てるから。はい。広場に校長先生に見つかりましたと伝えてくれ。ええ、そうする。わかりました。ゼルダも一生のはずだからな。あ、はい、そっか。やってあげなさい。あげるとか言っても。いいか。おうおう、なんか、
すごい。リンク、おはようさん。昨日の晩はゆっくり眠れたかい？いやね、本当にその赤い字が読みづらい気になって、眠れなかったんじゃないかと思ってな。え、わし？ああ。この扉をなしてるところさ、最近、ガタ楽器ってな。ああ、今日は、神聖な意識の色を、はい。お祈り？ああ、セーブ。はい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 。そっか、癖？これは先の、ってやつだ。なんか、なんて言うんだ。ことわざ？黒げ、黒谷、先の、わかんないけど。意味わかんないけど、正直言った。なになに？頑張りの実を手に入れた。頑張りゲージを回復してくれる不思議な気の実。あ？そうだね、頑張りゲージ使わないと。あ、そうか。貯めるんじゃなくて、その瞬間。わかったー。タコが。ちょっと可愛いかも。ロフトバードがちゃんとリンクを残した？約束忘れたんでしょ？ひどいな、リンク。ねえ、見て、私の服とこの楽器、今日は、鳥の実の日の儀式で使う女神様役の、将軍？すごいでしょ？特にこの楽器、伝説の女神様がこれと同じものを持っていたらしいの。そう。本当に綺麗な音になるの。そもそも聞いたんだけど、この楽器はハープっていう名前なんだ。うん、そうだね。あ、っていうか、厳密に言うとライルだと思うけど、ハープじゃなくて。でも、それに、この衣装も素敵でしょ？普通の衣装じゃない。とても勝負は私が作ったの。もう儀式で使うの？そうなの？ハープの衣装で今日は私は伝説の女神様。そうなの？女神様役というわけ？リンクに一番見てほしくて聞いてもらったの。そうか。ねえ、似合ってる？仮装大会？いやー、よく似合ってる。ちょっと知っかな？うふふ。どう、そうでしょう、ありがとう、リンク。ズルだ、儀式の、なんか。お、お父様、やっぱり。おー、リンクも、きっとおったか。さすがの、ネゴスケも、今日ばかりは、きちんと、慣れたというわけだ。いやー、まあ、ゼルダのおかげで、これは、今日の、鳥の実の儀で、優勝すれば神様、もうゼルダともに儀式に参加できる。頑張るんだな。はい。そうなんだけど。何？父様聞いて、リンクったら、最近ほとんど鳥の実の練習をしていないのよ。あ、というか知ったことないって。たまにロフトバトルになっても、ぼんやり飛んでるだけだし。素早く、聞き、読めないな。小さすぎて。
なんとか、あーなんか器用にって感じ違うけど、鳥取に、あー集められないと、優勝なんてできないのに、ね、はい、まあそうなるな、怒るな、それだ麦わら鳥取の絆と、なんていう、技量が試される場、場お前の猶予、まあ、猶予に、簡単な優勝などできん。確かに、リンクは普段あんまり真面目に練習してはおらんのだが、そうか、幼き頃からずっと見ているお前にも分かっておるだろう。リンク、そして共におる、あのロフトバードの特別の結びつきを。特別？ロールスカイロフトの旅？には、必ず、対するとこで、そうなの、その右側ですからの、ご加護あれ、読めない。赤い字が、集合ポリをロフトバードが助く、授けるがゆえ。はい。トリトリする、ああ、そうなの、出会おう。モロン、ムロン。無論お前たちもそう出会ったが、リンクには他のものとは異なるところがあった。それはリンクのもとに聞いたロフトバードが非常に珍しい絶滅したはずの何ていう皇族であったという、リンクとはあの分かんないクレーナッキートリーは不思議な縁で結ばれておる。ゼルだよ。お前は覚えておるのかいうの、幼き頃出会ったばかりのリンクたちを、初めての出会いから、練習も、軽やかに、はい。ああ、そうなの、ね、嫉妬。はい。そうなの。もうリンクなんか気持ちよさそう。あ、あ、ああ、そのように取り除く。リンクの痛むのはもう、わずかに折るよ。それはそうだね。だって人生は言うものには必ずついて回るやっかみというものがある、そうだね。お父様が笑ってる場合じゃないわ。今日の理由は、騎士学校の課題試験に兼ねているの。はい。この日に、試験に真面目に参加しなかったら、おお、そうなの、ちょっと、そうなったらリンク騎士になれないのよ。そうか、大変だね。分かった分かった、少し落ち着きなさい。ずらまったく、お前はいつのリンクのことを考えた。そうなの、かわいいね。リンク、とにかく少しでも練習しておきましょう。ちょっと練習したいね。こっち来てさ、なんかプレッシャー感じてきて、騎士になれないとか。だからいつもみたいにダイビングしてロフトバードを呼んで、もうすぐ、あ、はい、真面目にやってちょうだい。え、なんですって、ロフトバードのを感じられないって。もうさっきのお父さんの話に乗っかってごまかすつもりかな。はい。じゃあ、いや、押すな。押すなよ。そして、ロートラードの呼ぶなよ。来ない。
来ないってことない。本当はゼルダ何やった。大変大変だろう。リンクしっかりつ、ああよかった。なんかリンクがゼルダがリンクを助けるのがちょっとなんか新鮮だね。もうお前たち大丈夫か。ごめんね、無理な飛び方させちゃって。何の件か知ってない？特にも。それにしてもリンクのロフトバードはどうしたのかの、西が読んでも姿を飛ばさんとかとは。リンクよ、お前はまだロフトバードは感じられぬのか。普通は感じられるのか。そっか、間もなく、鳥のリノギーだというのに困ったことになったな。リンク、さっきのことは本当だったのね。ごめんなさい。押すんだからさ。私はもう少しこの声出しますってから行くから。あなたの自分のロットバードを探しに行って、うん。おう、なんか金が。どっかの、あーあっちの、おー、うん、こんな時間か。今年の農園担当は確かホーネル先生だ。あ、そうだったね。リンクよ、このことホーネル先生に相談してみてはどうだ。ホーネル先生、父さん、ホーネル先生に相談しても先生は結局校長のお父様に安心を持ってくる、来られると思うわ。うんうん、おお、さすがは我が娘、その通りだな。ではこのでも、わしがホーネル先生に説明しよう。リンクよ、彼にわしの部屋に来るように伝えてくれ。じゃあ、ホーネル先生を見つけ出すということですね。ここどこ？ここはどこですか？あ、はい、わかった。そうだった、ダッシュできれば。さあ、そうだね、じゃあここで一回、うん、ちょっと終わりたいと思います。お疲れ様でした。じゃあ次回もよろしくお願いします。